皆さんこんにちは。今日はですね、ちょっと、まあジャスティンがもうそろそろ子供生まれるんで、もう本当に多分もしかしたらね、明日明後日 2、3日ってもういつ生まれてもおかしくない状態なんで、まあちょっと最後にっていうかね、ちょっと記録としてちょっと撮ろうかなと思いまして、で今日夕食を今から食べるんですけど、夕食は、僕らの大好きな韓国料理、イエーイ、よく行くんだよね、ここは。このね、俺はサムゲタンで、隣がイカで、辛そうだね。で、ジャスが毎回頼む、なんだっけ、海鮮チャーハン。海鮮チャーハンですね。合ってる？合ってる。お、食べたいと思います。これね、韓国料理はね、すごいいいよね、辛いし、タンパク質も多いし、最高ですよ。たかしはニジプロにハマってるよ。そうなんですよ何回 YouTube 回したか、今日Thank you, happy ね、何回回したか、今日。最近ブラックピンクも好きだよ。さあね、ブラックピンク系だよね。あとあ、好きなのね。あと BTS。BTS 好きっすね。2PM 好きっすね。ここら辺もうドハマりしてるという。もうね、最近そればっかですね。ってことでちょっとご飯を食べます。いただきます。どうだったの、トレーニング。クロスフィットやったよ、今日は。疲れましたね。これサムゲタンもう鶏1羽入ってるから。なんか塩とかいる？あ、塩ほんとあった方がいい。まあいいや。じゃあ、量。めちゃくちゃ多くない？俺のも多いんだけどさ。これはね、うまいんですよ。それちょっとちょうだいよ。なんか。うん、うまい、うん、うまいね。サムゲタンうまいんだよ今イカ食べてたイカかい今日何のメニューやってたの？今日は渾身のクロスフィット。なんか名前あるんでしょ？ランディ MC。 男の子？ん？男の子のメニュー？ランディ MC？ あ、わかんない、どっちか。まあ、男の子っていうわけじゃないよね。なにこれ、手をつけて。なにこれ栄養あるやつだよ。なに？ごぼう？なにこれ、食べていいの？たぶん食べない。食べない？うん。あ、じゃあもうほぼほぼお肉入ってるねこれ、はい、ありがとう。あれも見たいね、ニジプロ。違う、パラあ、パラサイトね。パラサイト、はい、ちょっと韓国にハマりまくってるな、それはいや、今パラサイトなんか日本版みたいなのやってる。はいはいはい。いや、でも久々にハマったね。よかったね。よかったね。え、あの番組は。いや、あれよ、マジで面白いよ。いや、見てよかった。なんか、純粋に頑張るって素敵だなって思う。たかしは JYP 推しでしょ？そう。よくね、多分誰推しとか、なんか。そういうのあると思うけど完全に JYP だよ JYP のトリコ。俺はなんか一番心に残った言葉あるの？いやね、言葉っていうよりもね、まあ、言葉はいいんだけど、まあ、それはね、多分みんないろいろね。おいしい。あの、見るねだよね。見るポイント、見るポイントと評価するポイントと、
そう、先を見越した判断。うんうんうん、あれはもうなかなかできないよ。マジですごいと思います。ジャスト誰がいいの？確かに誰だろうね。マコリマ。ああ、まあね、あの二人すごいよな。で、彩香も好きだし、みんないいよね。ん？みんないい、みんないいよね。僕ら、あの、1時半からか、1時半から見てますから。間違えて2時から見ちゃったんだけどね。そう、なぜか2時まで待ったけど、なんか、2時プロジェクトだから2時にやるんだとか言って、そう謎の理由付けをして見たんですけどね。もう深夜やんなね、久々だね。最後ドキドキしたしね。最後の最後のあの9位の発表はちょっとしびれたよね。うん、誰だっていうね。ねえ、あれはしびれた、マジ。JYP エンターテイメントの、うん、あのチームがいいよね。 JY パークさん筆頭にあのトレーナー人たちね、うん、もうあれすごいよ。あれはね、素晴らしい、ね、いいよね。気持ち的にはどういう感じなの今？今？うん、まあ特にいつもと変わらずだよ。なんかまあ準備はできたって。緊張するとかないの？俺全然わかんないんだけどさ、その産むやっぱ産む人がなんかこう、なんかなんつうの、どういう感じなんだろうなっていうね。それはね、まあ、や経験してみないと、経験しないとわかんないからね。なんかできる準備はしっかりするっていう。もう入院も準備もしたし、はい、ベッドルームもできたし。あんま怖いとかないの？怖いとかないかな。すごいね。わかんないからね。わかんないのに怖がってもって感じじゃない？できることだけやる。ちょっと緊張するけどね、俺は。なるほど。そわそわしてますよ、もう。何をするってわけでもないんだけどね、俺は。あれ、飲み物準備して。まあまあ、そういうね。エナジーミールも。さっさっさ。喉が開いた。ゼリー。アイス。そう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 。マッサージは？マッサージ、マッサージ。そうそうそう。テニスボール。アロマ、アロマ。アロマ、アロマ。アロマ。そう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 。匂い何？匂い何？何系？ちゃんとあの出産前用と出産前用ね、出産後用に分かりやすいのにさ、はい、それ俺分かんの見れば。うん、書いてある。音楽は虹でいい。それはさすがに20にしようかな。だってメイクユーハッピーとかもうそのまんまですよ。そういうテンションじゃないよ、多分。あ、そういうテンションじゃないよね。失礼しました。何がいいの？音楽は、まあジャスがまとめてるのね。まあ介護の話そうかな。ん？介護。介護。うん。はいはい。いつも聞いてるよ。うん。あとは？それだけでいいや。なんか多分リラックスした曲にした方がいいんだよね。水中出産だから。あ、そうなんだよ。あの今回僕らは水中出産をする予定なんですよね。ね。そう。みんなになんでって言われるけど、なんで水中出産にしたんですかって言われたけど、逆に出産でイメージするのがそっちだった。あ、最初から？そう。だから全然どっちにしようとかそういうのなく、水中出産ができるところで探すって感じだった。まあでも。なんか水の中だからなんかあれでしょ、
こうリラックスできるみたいな。そう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 、なんか体重も軽くなるし、だから体の向きも自分が好きなように変えられるし、うん、まあ昔ながらの出産方法だよね。エジプトでやってたのかな。はいはいはい、そういう系ね。そう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 、本来ね、赤ちゃんは結局お腹の中にいるときはこう水の中でしょ、うん、羊水という、羊水っていうのは、うん、まあまあ自然な形っちゃ自然なのかもね。そう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 、まあまだね、日本だとそんな多分やる人は多くはないだろうから。うん、周りいる？やってる人。周りはいない。だからどういう感じかも分かんないよね、聞けないから。でも見たけどね。あ、やってる人？うん、うん、昔昔やっぱり。え、でもさ、逆に水中だから力まないの？よくよく俺のイメージは力んでーって言うじゃん。高橋の手持ったりとかしてる。ああ、いや、まあまあ、でも全身に力を入れるわけだよね。でもお腹には力入れるよ。あ、でもそうか、リラックスしながらポイントでお腹を。あ、なるほどね、自分の力を入れたい部分に力を入れるってことね。なるほど、まあ、どういう感じなのかちょっと全く読めないから、まあ、緊張とワクワクと、まあ、予想ができないことだからね、もう考えようがないんだよね、うん、不安だなとか、そうね、怖いなとか、まあまあ俺はちょっと考えるけど、まあ、ジャスは考えてないよね。こっちはね、もう見てる、見守る側だからね、やっぱ体が心配とか。だってさ、怖いなって考えててさ、そっちになっちゃったら嫌じゃん。まあまあ、そうね、悪いこと考えた方がいい。悪いことは考えない方がいいんだよね。その通りなんですよ、まあ、スポーツと一緒だね。悪いこと考えてプレーしないから。怪我したくないなと思って、プレーしても怪我はするでしょ。怪我したくないなと思った時の方がするからね。うん、それが不思議だよね。だったら自分でリサーチしてその通りにやるっていう方がさ、良くないかっていう。そうだね。で、まあよくね、すごいもう今あんま出ないのかな、すごいお腹が出てるんだけど、ジャスティンはちょっとめちゃくちゃ出てるよね。うん、出てるよね。まあ16キロ増えたしね。一回見せとく。本当にここのタイミングで、うん、使うか使わないかな、ちょっと。ほら、すごいんですよ。しかもパンパンだからね、もう硬い。今そこまでね、ちょっとまだ柔らかいよ。これで柔らかいの？うん、すごいね。もう迫ってるんだね。ね、多分あと 2,3 日しないぐらいだよね。だ、もしかしたらこの動画を上げる頃には誕生してるかもしれないですね、ベビタン。ベビタン、今のところ高橋は立ち会いできるからね。そうなんですよ、僕らが行く病院は一応一人だったらできるんで、さすがにね、今の時期いろいろ大変だからできないのかなと思ったんですけど、まあそこは本当に良かったですね。良、うん、かった、一人は無理。ギャルか、人に合う。いや、本当良かったよね。なんでね、ちょっと頑張って、頑張って。そんなヘラヘラするね。じゃあどういう感じで言うの。ちょっと手貸して。こうこう、どうしよう、こうじゃない、あ、こっち、そうそう、掴むんだから。よくね、デズも勝負してたんで、両手対肩手っていうね。前勝ったよね。一回ね、負けたんですよ、なんか調子悪くて。昔ね、もう今はもう確実に負けないけど、今は確実に負けないけど、なくなっちゃった、鍛え直さないと。でもまあジャス結構鍛えてたからね、なんかこう、多分まあ僕らは初めてなんでちょよくわからないけど、まあ人によっては結構体調が辛い、まあつわりはすごいあったけど、
人によってはすごい体調が、あれはどういう感じなの？体調が悪いの？それともなんか体が痛いのかな？なんかいろいろトラブル出てくるんじゃない？なんか体そういう多分、まあメンタル含め多分いろいろ重なってそうねえなっていくと思うんだけど、じゃあさ、まあ体を鍛えてたからなのかトレーニングを引き続きやってたからなのかわかんないけど、そういうのはないよね。ないね。まああのね、それがたまたまなのかそのトレーニングが良かったのか、ね、ちょっと全然わかんないけど、うん、まあ結果として、やっぱり筋力が多分多いんで、なんか腰が痛いとかもないし、まあ、そうそう、腰痛になんなかったのは多分ちゃんと鍛えてきたからかなと思う。座りぐらいだよね。あと今はまあ足のむくみがもうとんでもないことになってるけど、たまにね。でもまあそれは最近なのね。ほんと平気な日は平気なんだよ今んとこ3日間。まあ日によるっていう感じなのかな、うん、多分次会う時にはもう一人ここに生まれてきてると思うんで、無事に生まれてくれることを祈って今日は終わりにしたいと思います。なんでまた、次はね、ちょっと水中出産とかもね、ぜひ雰囲気だけでもちょっと撮る。これ何？ TWICE の、ああそれね、これねもうどっぷりハマっておりますので、二次プロジェクトのおかげで JR パークさんありがとうございます素晴らしい、まあ、ソニーさん含めね。そうね、もうファインプレーだね本当に。いっぱい覚えたもんね。ワンダーガールズ、ミス A、まあ、もうね、そう、あとITCY なんつうのあれは、 IC を歌ってる人、アイシーを歌ってる人ノーノーノーってやつでしょ、この、あ、トン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 、今さらもうそこら辺の曲を聴いて PV を見るっていうその人たちの多分みんなやってないかなそれ二次プロジェクトの女の子たちが、練習生たちがそう歌ってる、そう披露した歌曲を速攻本家を見てそれと比べるっていう本家よりこっちの方がいいじゃんとか言いながら ねっていうのがね、そのおかげでね、もう韓国の前のアイドルやたら知ってますからね、まあ、アイドルっていうかもうアーティストね、そうね、イメージ的には。いやーもう本当にね素晴らしい、妊婦何生活、うん、妊婦生活はだから順調でしたか、もう順調だね。まあコロナにずっと家に引きこもってたけど、今年に入ってからは結局コロナでずっと家にいたんでね、旅行もキャンセルになってね、うん、ベビーシャワーもキャンセルで、まあサプライズしてもらえたけど、はいはい、まああの結論順調な妊婦生活をくれたということでね、よかったね、よかったですね本当に。初めてのことだったけど、まあ分かんないことばっかなんですけど、まああとは結構ジャスティンはあの皆さんの温かいメッセージ、そうそうそう、 DM とかでもすぐアドバイスいっぱい来るから結構ね DM 見てるんで、そう僕も見てるんで、僕はあんま来ないんですけどね DM 参考にさせていただいてます。なんで結構あの皆さんいつも日頃いろいろコメントアドバイスありがとうございますね。なんで、またぜひ、生まれてからも、まあ、何かこうアドバイス等あればぜひ、知りたいですかアドバイス、うん、知りたい、知りたいと思うので、これからもよろしくお願いします。それでは今日が多分ラストの2人の YouTube でした。さよなら、バイバーイ。